サッカー選手を目指す小学生たちが元日本代表選手から技術を学ぶサッカー教室が笠岡市で開かれました。会場の笠岡陸上競技場には笠岡市や隣の広島県福山市などからサッカークラブなどに所属する小学3年生から6年生までの男女43人が集まりました。講師を務めたのは女子元日本代表の川上直子さん。そして元日本代表の森島博明さんです。みんなからモリシーって呼ばれてます。モリシコですね。今日は楽しく参加をしましょう。よろしくお願いします。教室ではまず狙った方向にボールを蹴るための方法や敵にボールを奪われないようなドリブルの方法を教えていました。この後子どもたちは講師たちと試合形式で対戦しました。中には隙をついてシュートを決めた女の子もいました。楽しかった。いやもう最高でしたね。世界で通用するような選手になりたいです。なんかこう今後というものもね、すごく楽しみな選手たちっていうのはいますよね。子どもたちがまだこうサッカーを頑張ろうというね、そういう気持ちを持ってまた明日からね、頑張って目標に向かって頑張っていってほしいなと思っております。